考える。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、ちゃんと考えてますかっていうようなテーマで、お伝えしたいと思います。なんでこの動画を作ろうと思ったかっていうと、あるお客さんからの、メールがきっかけです。まあ、弊社のね、メルマガの読者さんからの、まあ、メールなんですけども、その方は、どういったお悩みを持っていたかっていうと、まあ、去年受験しましたと。で、受験勉強については試験半年前から勉強 し始めて、毎日3時間ぐらいは勉強しました。で、量としては過去問10年分を12回ぐらいやりました。まあ、その他予想模試も2、3回やったって書いてあります。で、結果としてこの過去問10年分についてはもう38点以上毎回取れましたと。で、予想模試についてももう同じぐらい取れるらしいんですよ。でも、結果、法試験どうだったかっていうと31点だったって言ってるんですね。で、なんでこんなに勉強したのに合格できなかったんですかっていうようなご質問だったんですね。で、このメール見た時にちょっと考えてみるとですね、この試験半年前から毎日3時間の勉強で過去問10年分を12回も復習できるのかっていうところ、ちょっと疑問に思ったんですよ。私が考えている勉強だと、これ無理なんですね、時間的に。ただこの人はできたわけですよ。これはなんでかなと思ったんですね。で、よくよく聞いてみると、その方っていうのはもう淡々と問題進めるらしいんですよ。合っていたらもう次進む。まあ、さらっと解説は読むけれども、だいたい合ってるから、OK みたいな形。で、間違っていた時は、どこ間違ってたんだろうぐらいな形らしいんですね。でももちろん間違ってたら、あ、ここ間違ってて、あ、これをこうしたら正しくなるのか。で、はい、次。みたいな感じで言ってたらしいんです。あ、なるほどと。それなら、これいけるなと。10年分を12回とかね。もうパッパッパッパ行くんで。つまり、何が言いたいかというと、こう、そんなに考えてないんですよ。この10年分12回復習したはいいけれども、それほど考えていない。これが落ちた原因なんですね。ちゃんと一問一問考えていかないといけないんですよ。正解した問題であったとしても、ちゃんとこうこうこう、だから答え丸なんだっていうふうにちゃんと考える。また、似たようなポイントがあったりしたら調べるとかね。して、ちゃんと頭を整理していくっていうことをやっていかないと、なかなか合格するのって難しいんですね。まあもちろん初めはね、全てを全てちゃんと理解っていうのは難しいんで、まあさらっといく感じでもいいんですよ。ただ2回目、3回目と復習を繰り返すごとに、ちゃんと内容を深くね、頭に入れていくってことを徐々にやっていかないと、いつまで経っても点数これ上がってこないんですよ。なんでちょっとこれについて今回具体的に解説させていただきますんで、ちょっとこちらの動画、ご覧ください。はい、それではですね、1月13日の、メルマガを題材にして解説していきます。今回こちらのですね、保証の問題なんですけども、主たる債務者が、債務承認すると、連帯保証人の債務の、時効は中断する、丸か×かっていう問題なんですね。で、まあこれパッと見て、とりあえず丸かなって言った形で、丸。あ、オッケーオッケーオッケー。何々、主たる債務者に生じた事由はみたいな形で、まあさらっと読んで、まあ、とりあえず、まあ、まるで OK か、みたいな形でやってると、いつまで経っても点数伸びませんよっていう話なんですね。ちゃんと書いてあることを、自分なりに、なんていうのかな、噛み砕いてっていうのかな、理解をしていくってことがすごく重要になってくるんですよ。で、それをやんないといつまで経っても点数が上がってこないんですね。で、今回ここに書いてある解説っていうのは、まあ、無料のメルマガなので、詳細な解説、考え方とかまでは書いてないんですね。だから、そういった理解しなければいけない部分っていうものは、自分自身で調べながら学習を進めるってことがすごく重要なんですよ。だから、この問題だけで言っても、相当たくさんのことが勉強できるんですね。まず一つ目が、まあ、ここに絶対項って書いてあるので、絶対項と相対項についての、理解。時効は中断するなんで、時効に関する理解。こういったところは、重要になってくるんですね。で、ここにちょっと何もね、書いてないんですけども、この話っていうのは不自由性とかも関連してくるんで、そういったところも勉強できるんですよ。だから、この一問に関して、ちゃんとしっかり、自分自身で理解をしていくってことをやっていかないといつまで経っても点数は伸びないんですね。で、これは市販の問題集とかでも同じことが言えます。市販の問題集の解説であれば、まあ、このぐらいの解説なんですよ。だから、
まあ、このぐらいしか解説書いてないからとりあえずこれで OK かって言ったらそうじゃないんですね。ちゃんと頭の中で考えて、これどういうことを言ってんだろう、自分なりに具体例考えてってやっていかないと点数は伸びてこないんですね。じゃあこの問題どうやって考えていくのか、まずここですね、主たる債務者が、債務を承認する、連帯保証人の債務は時効、債務の時効は中断するってこう書いてあるんで、とりあえず主たる債務者と、連帯保証人はいるわけですよ。で、まあ債権者っていう文字はないんですけども、主たる債務者がいるってことは債権者もいるはずなんですね。だから一つ具体例としてこんなものを考えますと。まあ、債権者がいて、この債務者に対して100万円貸しましたと。で、その100万円の債務について、この人連帯保証人がいて、保証しましたよと。まあ、こういった具体例を考えるわけですね。で、今回の問題で言うと、主たる債務者が債務承認しているわけなので、この人が債務を承認したわけですよ。これ OK ですよね。で、債務の承認っていうのは時効の中断事由ですよね。これちょっともしね、何言ってんのって思われる方っていう、思われる方は、時効の中断事由のところをもう一回勉強しましょう。債務を承認したりとかね、まあ、今回この主たる債務者が債務を承認したり、もしくは、債権者が裁判上の請求をすると、この人がこの人に対して請求かけるわけです。裁判でね、訴えを起こして、100万円貸したんだからお前返せよっつって、裁判するとか。そうすると、時効が中断するんですね。で、今回ちょっと時効の中断ってどういったものかまではお伝えしないんですけども、もしね、この時効の中断の意味が分かっていないのであれば、これもちゃんと理解しておきましょう。で、今回承認、債務の承認というものは時効の中断事由なので、この主たる債務者の時効は中断しますよと。で、主たる債務者に生じた事由っていうものは全て絶対項なんですね。絶対項っていうものは、この人に生じた事由が、この連帯保証人にも効果が及ぶんですよ。今回、主たる債務者の時効は中断したんだから、絶対項により連帯保証人の時効も合わせて中断するんだよっていう話なんですね。だから、今回の問題、再度見てみると、ここですね、連帯保証人の債務の時効は中断する丸か×かなんで、まあ、問題のね、質問内容は、連帯保証人の時効は中断するのかってことが聞かれてるわけですよ。で、今言ったように、時効は中断する。だから、丸なんですね。だから、この1、2、3、4っていう内容を、ちゃんと順を追って考えれるようにしておかないと、まずいけないわけです。で、さらには、この時効の中断事由、債務の承認っていうのは時効の中断事由に該当することもちゃんと理解しておかないといけないし、時効の中断っていうものはそもそもどういったものかっていうのも理解をしておかないといけない。っていうわけなんですね。だこういった勉強を一問一問に対してやっていくっていうことが重要なんですよ。単にさらっと答え読んでね、ああそういうことなのか丸っていった形で進んでいったらいつまで経っても点数伸びないわけです。実際の本試験でもちょっとこれひねられた問題が出てくると解けなくなっちゃうというふうになりますんで、ちゃんと一個一個ね、丁寧に理解をしていくってことを、日頃の勉強から心がけていきましょう。効率的な勉強して短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。